ロミオ。もう大丈夫ね。誰か看病してあげて。ここは。ラミア落ち着いて。お客さんがいるのよ。死にかけたな、疫病神。これ以上の洞窟は看過できないと言ったはずだが。それにしても変な船だな。医務室を植物用温室にしたのか。図が高いんじゃない。まず白いキバ様にお礼を言わないと。それはお前らの義士に言いな。異常な通信が入って泣き声が聞こえてよ。それがまさか誰がお前らの船だと想像できる。あの空域で軍船に連絡したら不法侵入者として撃墜されるかもしれないのにな。幸運も幸運、黒竜調査団の大船隊の中から偶然俺のいる船のチャンネルに通信が入った。民間船が違法に流脈に入っていたら普通は助けられないどころか、普通なら通信元を解析する前に魚雷一発、木っ端みじんだ。ラミアに感謝しなきゃね。ふふん。じゃあ僕らは。ヘイ、ありがとうわ。ありがとう、ラミア。うえ、逆に不愉快だわ。こら。起きたことだし話を聞け。工業連合軍部からの指示だ。功労は違法探査船と判定。全乗組員の許可証を永久剥奪とする。だが移民船を救出した実績と龍脈協会からの嘆願もあってな。1ヶ月の許可停止処分に減刑、5年も服役するクソ野郎に比べたらこんなのへのようなもんだ。本当に感謝するよ。ち、俺は別に何もしてねえよ。さすが私たちの兄貴だ。ラミア、いつから手下に。一標準月、ちょうど怪我が治る頃ね。ま、寝たきりでもいいけど、お姉様と二人旅の方が楽だし。確かにその通りね、ラミア。お前みんなに嫌われてるんだな。しっかり直せ。俺は船に戻る。何があれば連絡しろよ。エイダ。大丈夫か。手がどうかした。ずっと岩を掘ってただろ。当主になりに行きなさいよ。え、リバ君、先生からメール。後にしましょう。リバ君は病み上がりだから。あ、そう。みんな集まったね。うん、にぎやかだな。トビも大所帯でしょ。あなたはこういうのを慣れてるんじゃない。
どうして食べないのです？若は難しい子ですね。いいですか、私は護衛、家族と同じですぞ。家族とはおしゃべりするものです。知っていますか？やだ。そこをなんとか。やだってば。お願いです。母上と食べたい。無茶は困ります。お母上はもう。母上は食事中お話をしてくれた。私は黙々と食べていると。母上は演奏方法とか楽譜の読み方ばかりじゃなくて、いろいろなことを聞いてくれた。それはご飯おいしいかいとか。よくわからないけど。なるほど。私は以前から家族がいませんから、よくわかりませんでした。考えてみましょう。じゃあ若、最近どうですか？また喧嘩で負けましたか？面白くない。勘弁してください。リバ君、飛び気は人が多いけど、でも僕の周りは違ったんだよ。子供の時は母親だけ、亡くなってからはカイトがそばにいてくれた。気にしないで、これは別に。先生からのご指名入りました。トークタイム終了。なるはやで。何がおかしいの？エイラ、もしかしたら一生故郷に帰らなくてもいいかもしれない。功労さえあればそれで十分。ここが僕の家さ。何言ってるんだか。ありがとうエイラ、僕を受け入れてくれて、そして素晴らしい場所も与えてくれて。